三重塔と合津地母大、観音ポロンナルワガルビハラの巨大釈迦王画像、合津村は、福島県合津若松市にある寺院。また施設内は広大な日本庭園が広がっており、観光地となっている。国道49号線沿いの大きな観音様が、目印。合津のシンボルとして有名である。施設内にあり、仏像や仏画などが展示されている、美術館。 施設内にある高さ57メートルの体観音像。観音像の内部は237段の螺旋階段が設置され、胸の位置にあたる地上を40メートル地点まで上がって参拝でき、設置された展望窓から合図の街並みを一望することもできる。近年、海外からの観光客も増えている。お釈迦様の仏像。13.4メートルの釈迦如来の涅槃像。 1985年開催の筑波万博のスリランカパビリオンに展示されていた涅槃仏、スリランカのポロンナルワのガルビハーラにある仏陀三蔵の一つを模した涅槃像。6万坪の敷地に四季折々の草木が植えられている日本庭園。主に桜、筒子がメインとなっているが、その他にレンや水仙、アジサイ、椿、梅の木など。また、庭園には、 池もあり鯉が生息し、餌付けができる。池には大きな赤い橋がある。庭園はパワースポットの宝庫となっている。土曜日、日曜日、祝日は施設内で有料バスが運行している。会津地母大観音に関するカテゴリー。ありがとうございます。